5代目山県組中田博史組長が6代目山口組に復帰の真相2015年8月27日日本最大の指定暴力団山口組が分裂離脱した13団体は4代目山県組を中核に山口組都道自大門の神戸山口組を立ち上げ発会式の直後上のような会場を配布したその前段では 司忍六代目を「利己主義甚だし」などと痛烈に批判していた山口組分裂から約6年しかし約6年が経過した今神戸山口組は離脱者が相次ぎ脱退時の勢いはない十三団体の組織トップはいずれも六代目山口組から絶縁最も重い処分で組から縁を切られる波門やはり縁を切られるが 復縁の可能性もあるの処分を受けたが今残っているのは井上邦雄組長入江正副組長二代目匠組寺岡治若頭,頭共有会宮下和美社定頭補佐二代目西脇組清崎達也幹部四代目大門会の5名だけその後新たな社定直参を加え14団体となっているものの勢力源は否めない神戸山口組の衰退を最も印象付けたのは 9月16日、中核組織の5代目山県組が6代目山口組に復帰したことだった。現在、5代目山県組の中田博組長は19年8月、神戸市内で発生した3代目行動会系。組員への銃撃事件の実行犯として逮捕、起訴され拘留中。中田組長は、高知所の中から6代目山口組に復帰し、 自分は幹部となるという組員宛ての手紙を出しこの日の5代目山県組会合で公表された約1年前すでに中田組長は神戸山口組を離脱単独組織としていたこれも衝撃だったが山口組分裂が神戸に本拠を置く山県組と名古屋を本拠とする講道会の勢力争いを背景にするものだったはずだったもちろん山マ組の 全組員が従っているわけではなく分裂の際、たえかず若頭ら,ら残留組が4割はいるだが、杯が優先する暴力団組織で親分は絶対的存在であり5代目山県組は独立し今回6代目山口組に合流するのである中田組長の復帰の理由はそれにしても中田組長はなぜ復帰したのか 中田組長は井上組長の子飼いで右腕と言っていい存在山県組傘下の県立会で組織入り5代目県立会5代目山県組で組長となるがいずれも4代目は井上組長で後目を譲られたその井上組長を裏切る形となった理由についてさまざまな憶測が流れる中筆者は井上組長が最も信頼を寄せる関係者から詳細を聞くことができた なぜ中田組長は神戸山口組を割って出たのか前提条件として行動会計組員への銃撃事件があります中田は絶対にやってないし証拠もない無罪を勝ち取り返ってくると主張しています確かに決め手は防犯カメラの映像だけしかもヘルメットで顔は見えず身体的特徴だけ共犯として逮捕された 山県組組員ら5人は全員無罪その中田の出張を井上さんは信じていますそれだと離脱理由にならないのでは神戸山口組を背負っていたら若い者が飯を食えないというんです確かにヤクザが食える時代ではなくなった井上さんの出身母体として神戸山口組内での山県組の負担は大きくさらに井上さんや先代渡辺義則後 代名山口組組長の姉さんの警護や世話にも金がかかるそれを軽減してほしいと中田は訴えたそれを井上組長は蹴ってなんとかせいと言ったと聞くがそんなことはないわかったわしの分はええただ抗争で山県のために戦い懲役に行っている家族の面倒だけは頼む それは組長としての責任やと言ったのですが、それが高知所女の中田には正確に伝わらなかったようです。しかし、中田組長を除籍処分とした。処分しなければ、けじめがつかないので除籍にしましたが、これは復帰を見通してのこと。だから絶縁や破門ではない。井上さんは弁護士を通してでしか、話せんから、わしの気持ちが伝わらん。会えば。 中田は分かってくれると信じていました六代目山口組への復帰は中田組長の気持ちが完全に離反したことを意味するここに至っても井上さんは中田をかばうような発言をするあいつも復帰をリードした五代目山県組の幹部らに乗せられたんやろなと言ってます騙されたと思いたくないのかもしれませんが人が良すぎる幹部として 復帰するというが、艦隊するほど、六代目山口組は甘くはない。無罪になるとは、思っていないのでは向こうの高山清次、若頭は、筋を重んじ、新勝出罰を徹底する人です。神戸立ち上げの時、中田は、四代目、山県組傘下の組長で、処分は受けてない。だから復帰させるんですが、有罪なら、20年内外の重い実刑判決は間違いない。 復帰は事実上ないわけで鉱山は山県組を労せずして手に入れたことになる物量襲撃の回数とも六代目山口組が優位その上神戸山口組は情報戦でも負けている印象だ最近組織人事など定例会での決定事項構想事件の背景や外況が SNS ですぐに拡散特に LINE が活用されているのですが 井上さんへの悪口増減が絶えない主戦度とか自分のことしか考えないとかそれに反論することがないから神戸山口弱体化は井上組長の誠意と拡散されます実態は違うと現実は金と組織力のある六代目山口に切り崩され離脱した組員が言い訳に井上批判をしていることが多いしかし井上さんは 主度ではありません今、神戸山口組は特定構想指定団体に指定されているから、5人以上の集結は禁じられており、3人の部屋住みの若い者と自宅暮らし、訪れる組関係者を含めた友人知人との会話が唯一の息抜きです。弱体化は免れませんが、最後まで付き従う組員はいるわけで、引退はせん。と、そこは意気健康。 去るものは追わずの心境でしょう暴力団社会の行方は「未びいきではあるが井上組長がこれまで情報発信をしていないだけに貴重な声ということはできよう」「かつて山県にあらずんは山口組にあらずとまで言われ隆盛を誇った五代目山県組の三回りで六代目山口組は盤石なのか」「同じく文化の絆会や池田組いずれも 神戸山口組を離脱も六代目山口組に復帰するのではないかという観測もあるただたとえ元の鞘に収まったとしても暴力団社会の衰退は隠しようもない暴力団対策法で組織暴力を封じられ暴力団排除条例で生活権などを奪われて暴力団はもはや行き場がない戦前バクトと敵屋に分かれ地域社会でそれなりの役割を得て でも、こまごまと生息する存在だった暴力団は、昭和の高度経済成長とともに、不労所得を得る一大産業となり、多くの若者を吸収したが、その行き過ぎが国家権力に見とがめられ、平成となって衰退した。全国暴力団、構成員の1万人までは目前で、高齢化は進み、先行きは、そうとしか生きられない男たちによって幕を閉じられるのだろう。その幕引きが、市民社会を。 巻き込抗争とならず、無益な血が流されないよう祈るばかりだ。